関本忠弘さん、財界の重鎮ですね、 NEC の元会長ですが、経営者には先見性、行動力、持続性、そして君子豹変性が必要だって言ってます。これはもうもう直感的に分かるんですけども、言ってるのは君子豹変性というところを強調してるんだろうなということは分かります。君子豹変性という言葉があるかどうかは全然別問ですけども、そんな言葉は普段使わないと思いますけど、先見性、行動力、持続性、そりゃそうだろうと。で、君子豹変性ってこれ一体何かというと、ですね、要はそれこそまさにとらわれないということですね。で、朝決めたことが夕方変わる、朝礼母会とよく言いますが、それでいいっていうことなんですね。だから例えば、あ、これは間違えてたなと思えば、もうすかさずそれこそそこを見栄とか体裁とかなく改めるであったり、もっといい方法が見つかったら、それこそそのこれまでの成功体験にとらわれることなくバッサリ切り替えることができる。君子豹変すっていうことですね。豹変するっていうと、なんか案外悪いことのように使われがちな言葉なんですけど、本来ものすごくいい意味なんですね、豹変っていうのはね。だから本当にいい意味で劇的に変わることを恐れないっていうことです。だからじゃあこれ自分に落とし込むのであれば、僕は一番身近なことで言うと、つまらない意地とか見栄とか、体裁とかを捨ててしまうということだと思うんですね。だから自分はこう言ったんだから引っ込みがつかないとか、別に言ったことを簡単に取り下げていいって言ってるんじゃないけど、もっといいものが見つかったら、うん、間違えてたんだ、こっちの方がいいと思うからっていうふうにスパッと言えるっていうことですね。それはもっとベタな落とし込みをするんだったら、間違えてたら素直に謝るっていうことも、ものすごく大事だと思いますね。だからそこは表現ですね、ガーってこう怒ってたり自分の正当性を主張してたりしても、あって気がついたらなんかこう振り上げた拳を下ろせないなんて人いますけども、そこは、あ、間違えてた、気がついたらごめんって言える、これすごく大事かな。一つ落とし込みとしては、ここなんかが実はビジネスだけではなくって人間関係全般で、間違えてました、ごめんなさいって言えることとかすごい大事だと思うし、あ、そっちの方がいいですね、それさえよしよっていう、例えば上司が部下のアイデアを拾って、それいいな、それでいこうってパッと言えるかどうかとか、そういう意味のこうプラスに変えられる表現性っていうのをもっともっと大事にしてほしい。経営者であればなおのこと、経営判断の誤りを認めることは難しいですねとか、なんかそんなこと言いそうですけど、間違えてるな、変えましょうっていう、一貫性がないと言われるような事情が変えていいんだぐらいの気持ちで、素直に切り替えるっていうことを大事にしたいと思います。